はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。私がですね、毎日見てますお隣さんのですねニュースサイトをですね、の中では一番多分メジャーではないかというのはこの中央日報でございます。サムソン系というふうに言われていますけども、まあやや保守的ですね。朝鮮ラインと言いまして、朝鮮日報が一番保守ですね。で、中央日報は真ん中やや保守かなっていう感じはします。この中央日報に12日に出ました社説でございます。しかしちゃんとこれ日本語で読めるっていうのはすごいですね。日本のねニュースメディアでですね、英語サイトを作ってるところは あるんですね。朝日とか日経とかやってるみたいですね。でも英語以外の言語で作ってるサイトってないんちゃいますか。例えば中国語でやってる、まあ中国語でやっても多分中国から見れませんけどね。例えば韓国語ね、韓国語で産経新聞系のザクザクというのがあるんですけど、まあ夕刊富士なんですけど、をですね、あれコリアン、ハングルサイトを作ったらむちゃくちゃPV 稼げるんちゃうかなと思うんですけど。でもあれか、広告がですね、取れないですね、きっとね、韓国企業の。もう PV は稼げるし、コメントいっぱい来るしって。うん、だから韓国向けの、なんかですね、外資系企業から広告取ったらええんちゃうなと思いますけど。いや結構読まれると思いますよ。うわ日本人またほざいとる、もうげんやもうげんやっつって、いやでやってほしいんですけどね、ほんまにそんなに費用かからんでしょう、よう知らんけど。その中央日報でございまして、社説「借金にあえぐ国の未来の20代韓国」と。いちいち韓国って書かんでもわかるんですけど、僕は。日本の新聞の社説に日本って書かないでしょ。これ多分日本語だから書いてるんですかね。本文いきましょう。韓国の未来を担う20代が借金に苦しんでいる。国会企画財政委員会所属のヤン・ギョンスク議員が金融監督院に提出させた資料によると、9月末基準で20代以下の銀行住宅担保貸付の延滞率は 0.39 と集計された。つまり銀行ローンですね、銀行ローンじゃ住宅ローンですね、の延滞率が 0.39 って別にええやんと思いますけどね。2021年7月9月の延滞率が 0.14% に過ぎなかったことと比較すると2年間で 2.8 倍に急増した数値だ。へえ、決して正常ではない。そうなん？そうなん？ 0.39 って。不動産急騰期に無理に借金した20代が高金利と不況で返済に深刻な苦しさ を経験しているという意味だ。売ってるという記事もありましたけどね。だからですね、20代、30代の、借金の総額が減ってるという記事もありましたけどね。20代の延滞率は他の年齢層を圧倒する。30代の 0.2、40代 0.23 の2倍近い。ああそうね、延滞額も1400億ウォン、で前年同期の900億ウォンより 50% 以上増えた。まあ今ね韓国マンションの価格下がってますからね、やっぱりそれできつくなってるんでしょうね。売って返すっていうことができなくなってるんですね。20代を固く締め付けているのは住宅担保貸付だけではない。6月末基準で20代の信用貸付延滞率、これは銀行ローンとかですね、カードローンとかですね、きっとは 1.4%。 うわすごい、前年同期の 0.7 から2倍に上がった。延滞が生じれば罰則性金利が追加され、利率がさらに高くなり、正常な金融活動が難しくなる。社会生活を始めたばかりの青年としては借金が借金を呼ぶ悪循環に陥る危険性が大きくなる。青年延滞が深刻化すれば金融システムリスクも高まる。
韓国銀行は6月の金融安定報告書でうにゃ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 と、まあ、いいか書いてあるんですけど、なんて言いますか、いつも申し上げてるんですけど、借金というものに対するこう心理的な障壁がですね、うんと低いんですね、日本人に比べて、向こうの方というのは。とりあえずですね、借りて使えばええやんと、返すのは後から考えようみたいなですね、そういう発想の人が多いというふうに聞きます。なんでですね、まあ、借りることにあまりこう躊躇しないわけですね。で、どんどん借りていくと。で、もちろんですね、個人破産も多いんですね。まあ、一つにはいつも言うことですけど、いわゆる見えっぱりなんですよ。あの国全体が巨大な湾岸タワマンだと思えばいいわけだって、お互いも見栄を張り合って張り合って、だから身の丈以上の生活を人に見せようとするわけですね。そうすると金かかるでしょ。金ないとですね、借金するわけですね。まあ、そういう感じでどんどん増えていっててですね、実は本当にですね、おかゆをすするような生活をしているのにですね、ブランドものの何かを身につけていたりですね、外国車に乗っていたりするわけですね。まあ、そういうのはやっぱしね、不健全だと思うんですね。まあ、それはいいんですけど。で、そういうことをしていると、その恋愛もしにくいしですね、結婚もしにくいし、そうするとですね、子供もできないから出生率が下がるということですね。日本でもね、出生率が下がって、それは要は結婚がしないからやというふうに言われていますね。向こうもやっぱりそうで、ある程度お金がないとですね、やっぱ結婚ってできないんですね。なんでですね、結婚、男性は結婚しようと思わない、男性は結婚するだけのお金が貯められない、女性は結婚なんかしたくないということで、どんどん出生率が下がるということになります。これですね、こう50年単位で見たら亡国への道なんですね。国が滅びるということですけども、もう今のところそれは改善する兆しは一切ないですね。で、経済が上向いていればね、またね、言い出されるんですよ。っていうのは給料上がっていくでしょ、経済上向いてると。するとやっぱり借金をしてもですね、そのうちこう収入が追いついてですね、返済にそうはそんな困難ではなくなったりするんですけど、今ね、経済だらっとですね、滑らかな右肩下がりなんですね。大人さんもわずかに成長してるんですけど、コンマいくつなんですよ。コンマいくつなんて全く成長感じられないですね、実感として。なんでですね、ますます若い方が生きにくくなってる社会と。まあ、ただでさえ失業率高いですからね、非常に若年失業率が高いわけでして、そうすると本当にですね、借金で組が回らない、結婚どころちゃう、ましちゃ出産どころちゃうという若者が増えていると。で、その状況というのはですね、今後改善されるかというとですね、まあ、ちょっと難しそうな感じですね。もう、お隣さんの経済、基本的に輸出でですね、持ってまして、その輸出先も中国、アメリカなんですね。まあ、アメリカは悪くないんですけど、中国がよろしくないわけであって。でですね、輸出品目の、主な輸出品目はですね、メモリー、半導体であったり、情報機材であったり、液晶パネルであったりですね、ヒュンデの自動車であったりするんですけど、まあ、この中で、好調なのがヒュンデの自動車ぐらいのもんで、それもなんか一時的ですね。この後やばそうな感じがします。で、あると、やっぱりどんどん経済が悪くなっていって、不況感が強くなって、物は買わへんと、という悪循環に陥っています。これね、もう大人でも処方箋ないですね、これなんとかせえって言ってもですね、これこうしたらええねんとかいうのがないですね。世界経済が上向くのを待つしかないんでしょうね。それか、まあ、どんどん、彼らが一番苦手なダイバーシティを進めていくからですね、輸出品のバラエティを増やすということですけど、まあね、それも一朝一夕でできることではないですからね。はい。
まあ、てなことでございましてですね、あのお隣さんの若い方、借金で首が回らず、結婚どころちゃうねん、もう日頃の日常の生活が苦しいねんと、まあ、そういうお話でございました。この中央日報のですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。